はい、今回は、ディップのタイミングについて、ディップというのは、ラグビーでは一般的にタックルに入る前に沈む動きのことを言います。基本的に重心は低い方が、強く、耐えるにしても、強く耐えれますが、低いと動きに相手の動きについていくことが難しくなります。重心が高い方が、相手のステップワークとかについていきやすくなるので、できるだけディップのタイミングっていうのは、速くならないように。これがディップのタイミングが速くなっちゃうと相手のステップなどに、ついていきやすくなるようになります。よくありがちなミスが、相手とまだ距離がある間に、重心を落としてこう構える。そうなるとステップに対して早く動くことができなくなるので、リップのタイミングが早いと置いていかれたり、相手についていけます。なので相手とリップのタイミングはなるべく我慢して早くなりすぎないように近づいてタックルに入る瞬間に沈む。ディップはタックルのあくまでもタックルの動作の一つとして、捉えてください。なので一番自分の動きやすい重心から入る瞬間にディップして入るということを意識して練習してみてください。